こんにちは。シュワーズ佐野さんのアシスタントを務めている村上です。今回は2017年12月23日の記事で、もうこれで大丈夫、将来のお金の不安を解消するための5つの具体的方法とは、という記事についてお話ししたいと思います。シュワーズの佐野さんもかつては将来のお金の不安があったそうです。健康の不安だったり、仕事の不安など、誰でも何かしらあるはずです。特に佐野さんの場合は、将来のお金の不安は大きかったし、かなり重要な部分だと日々感じていましたが、あなたもおそらく同じ思いではないでしょうか。このまま会社員を続けていて、本当に今の金額の給料をもらい続けることはできるのか。もし会社をリストラされて収入は大幅に減ってしまえば、ローンの支払いは難しいな。消費税は 10% になり、税金はどんどん上がり続けて、給料は減るばかりだな。佐野さんのサラリーマン時代は常にお金の不安と隣り合わせでしたが、将来のお金の不安から脱することができたのは、やはり転売のスキルを身につけたことが一番大きいそうです。おそらく会社員を続けていたら手に入れることができなかったであろう収入を手に入れることができているため、将来のお金の不安が少ないのは事実です。なぜお金の不安を抱えてしまうのか、将来どうすればお金の不安がなくなるのか、私の実体験をもとに解決策をお伝えします。それでは今回の目次です。第一章、第二章、第三章、そして第四章。今回は四つの章からなっています。それでは早速。第一章、どうしてお金がないと将来に不安を感じてしまうのか。理想と現実は違う。やはりお金がないと苦労するから。理由1、よく食べ、よく寝て、贅沢をしたり、良質な教育を受けて幸せに生きたいと思うから。お金がなくたって人は幸せになれる、といったことをおっしゃる方がいますが、現実は違いますよね。農家であれば可能かもしれませんが、お金の不安がある状態では、将来まともな食事ができなくなって、栄養失調などの病気になる可能性があるし、お金がなく不安な状態のままでは、将来寝る家や服を買うことができなくなる可能性もあるので、冬は投資したり、犯罪に巻き込まれる可能性だってあります。そして、何よりお金の不安な気持ちを、将来この先20年、30年と抱えたまま、毎日つまらない仕事や質素な食事ばかりでは生きる気力も失われ幸せを感じないわけで、そんな人生は楽しくないわけです。おそらくお金がなくてもと言ってる人も、現実は将来のお金の不安があるわけで、貯金ゼロで収入も不安定な状態で満足な生活を送ることは今の時代ではほぼ不可能でしょう。もし今の状態で将来の不安を感じているなら、お金の稼ぐ方法を見直すことをお勧めします。会社の給料だけではお金の不安を感じるという方は、将来のために行動することです。佐野さんはお金で将来の不安を感じていましたが、転売でお金を得ることで将来の不安を減らせることができています。理由2、将来老いて仕事がなくなりお金が手に入らない不安があるから。若いうちは頭も体もよく動くし、初めての仕事や慣れない仕事でもすぐに吸収できて柔軟に対応することが可能です。しかし年を取ると体や頭も衰えるので、対応力や吸収力も低下して若い人に仕事を奪われることになります。これは仕事がなくなる
イコール手に入るお金が減るということを意味するので、やはり将来のお金の不安の原因の一つとなります。特に私たちの世代では満足な額の年金がもらえる可能性はほぼゼロに等しいので、将来のお金の不安は増えるばかりですね。転売ももちろん体力勝負ですが、それは自分一人でやったらの話です。納品や商品リサーチをすべて外注に任せたり、スキルを教える側になれば、あなたが年を取って働けなくなっても収入が入る状態が続くことになり、将来のお金の不安を感じることがかなり減るはずです。理由3、今は健康でも将来病気になり、お金、収入がなくなる不安がある。人間は生きている以上は病気や怪我をするし、それが原因で働くことができなくなる可能性もあります。これも将来お金の不安が増す原因の一つで、特に年齢が上がるにつれて、免疫力や体力が低下していくので、さらに怪我をしたり病気になる確率は上がってしまいます。そのため、誰でも病気で入院をしたり通院をする可能性はあるし、もしそうなれば入院費や治療費が必要なわけで、たとえ保険や貯蓄があったとしても、その期間働くことはできないため、やはり安定した生活は難しくなり、将来のお金の不安は増す一方となります。もし佐野さんも転売事業をやっていなかったら、将来のお金の不安は強かったと思います。また佐野さんは作業を外注化しているので、怪我や病気になっても収入がゼロになることはほぼないそうです。さて話は戻しますが、病気だけでなく足腰が弱って家族も面倒が困難になり、老人ホームに入ればさらに将来お金が必要となり、不安は増える一方ですね。実際にどれくらいのお金が必要かというと、特別養護老人ホーム、こちら入居金など初期費用は不要ですが、月額利用料は6万から15万円。介護付き有料老人ホーム、入居金など初期費用は0円から1億円以上。そして月額利用料は12万円から35万円。サービス付き高齢者向け住宅、入居金など初期費用は敷金事務手数料のみですが、月額利用料は5万円から25万円。グループホームですと、入居金など初期費用は数十万円台、月額利用料は12万円から20万円。家族も仕事をしなくてはいけないし、家族にも自分たちの生活があるわけで、もしあなたの世話ばかりしていたら、今度は家族が将来のお金の不安がある生活をすることになってしまいます。万が一自分が働けなくなった時に、月にどのくらいのお金が必要なのか、将来お金の不安で苦労しないためにも、やはり対策は必要となるでしょう。例えば転売であれば誰でもできるので、家族に教えておけば将来のお金の不安を感じることがさらに少なくなるはずです。理由4、人は必ず将来は死ぬけど、それまでお金の不安は残るから。もちろんあの世にお金は持っていけません。ただあなたは死んでしまったら何もわかりません、わからないですが、人の最後にもお金は必要です。もしあなたが将来お金に不安がある状態で過ごすと、今度は家族がお金の不安を感じながら将来を迎えなくてはなりません。あなたが死んだ時にはお葬式やお墓を作る必要があるので、子供や残された人たちにお金を残しておかないと困ることになります。例えばお葬式やお墓の相場を知っていますか？お葬式の相場は200万円はすると言われ、またお墓を建てるにも
100万円から200万円は必要だと言われています。こちらお葬式の際の見積もりです。来てくださった方への飲食接待費は 45.5 万円、寺院の費用は 51.4 万円、葬儀一式費用は 126.7 万円、合計すると199.9 万円。また高齢になって動けなくなれば、最後を迎えるまでの間に入院費や薬代などいろいろとお金が必要になるので、そういった部分でも将来のお金に対して不安に感じるのでしょう。転売は物流の基本で、今まで企業が何十年何百年と続けてきたので、すぐになくなる可能性は非常に少ないです。このスキルを身につけておくだけで大金を稼ぐチャンスはいくらでもあるので、将来家族がお金に対する不安を感じないようにすることも可能だと思っています。ということでパート1以上で終了とさせていただきます。またさらに詳しい情報をこちら、シュワーズ佐野の公式 LINE アットマークで配信しています。 LINE にご登録くださった方には、なんと今だけ期間限定で、しかも無料で、儲かるお宝商品リスト20選もプレゼントしています。ぜひ LINE にご登録くださいね。それではパート2でお会いいたしましょう。